こんな感じで大丈夫。あ、いいですね、いいですね。あ、すげえ。そうよ、はい。ありがとうございます。ちょっとこれ見本で弱っちゃってるんですけど。全然。これで価格、はい、2人のやつ横にしますね。横にして。はい、これ、僕聞こえます？音声さん大丈夫ですか？聞けます？あ、そこはしちゃダメ。あ、ダメ。勝手に LINE 見ないで。個人情報。やってんだよ、もう。本当に。ちょっと個人情報だから。行きます。はい。あ、いいんじゃないですか。早いね、今度。あ、これいいんじゃない、ほら。いや、いいんじゃない。おいいじゃん、はい、いいっすよ、いいっすよ。いや、素晴らしい。これで、はい、これで。あ、はい、ありがとうございます。すみません。これで載せると思います。はい、もう載せていいですかな、お願いします。わかりました。僕らこれでいいねを100万集めないといけないですね。はい、あ、そうなんですか。はい、累計。ちょっと焼きそばっていうところで僕たちも貢献できれば、はい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、普段この時間送らないんですけど、送ってみますね。投稿します。ドン。今違う人のが出てます。ギャルのが出てる。違う。意味がわかんないんですよ、あなたはその。違うの。自分が見てるやつが送ったら、あ、ほら。アップロードしましたってなったよ、ほら。この静岡でせっかくなら、うん、富士山を見ようと。見れんの？富士山の見えるスポットを探して、はいはい、どうせなら新年らしく御利益をいただこうと。いいね。一高二富士三なすび。日本一の富士。銭湯にも書かれてますからね。なんでタクシーの運転手さんにアポ取り交渉してもらって、はい、この静岡市内で富士山が見えるところに連れてってもらう。あ、タクシー来た、タクシー来た。いや、待って。あ、これ空車だ、これ空車。いや、けど待って、一回するでしょ。一回するでしょ。一回する。まとまってないから俺今だ。レンタルクロちゃん。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあさよなら。いやいや、また別れんの。また別れんの、本当に。さよなら、さよならじゃないから。ありがとうございます。頑張ってくださいね。いや、いい人ですね、皆さん。これでもう3週ぐらい行った？いや、クロちゃん、はい、行き過ぎなんですよ。え、何？そう、皆さんびっくりしますよ。いつになったら俺たちテレビ出てくるのかって。本当に新年の挨拶取ってないんですから。いやいやいや、新年の挨拶は唐突ですよ。あと差し込んだりじゃん別に。いやけど、いい人たちだって。だってさ、ちょっと確かにね、ちょっとなんだろう、オフィス街とかの日陰になってて、うん、ちょっとね、分かりにくい場所なの。テラスがあってすごい綺麗なんだけど、うん、でちょっとそこに貢献できたら、やっぱり、ね、レンタルクロちゃんだからできたらいいかなと思うね。そうですね。あ、タクシーある。そうですね、ちょっとあそこでタクシー乗らせてもらえるか、ちょっと聞いてみましょうよ。はい、乗らせてもらえるか。乗らせてはもらえますよ、お金払えば。いや、僕ら取らなきゃいけないから。あ、そうか、あ、そうか、中回してもいいですかっていうことね。そうそうか、その交渉もしないといけないんだ。そうなんです。いや、むしろその交渉が大事なんですよ。あ、そうなんね。うん、この車は予約者って書いてあるの。これはそうですね、あっちで止まってるのが。そうだそうだ、あれだったらちょうどタクシー乗り場だし。はい、いや、なんかいいね、地元の人が地元を愛してる感じ。うん、うん、伝わりますね。うん、やっと目覚めてきたね。いや、遅いんですよ。え、もうさっき1時間回してますからね。嘘。本当に。あ、本当だ。結構回してるじゃん。何時だと思ってんすか、本当。また1時間回しちゃった。また、いやいや、オープニングではない。何番組だと思ってんすけど。オープニングではないよ、もう。あそこまで来たら。ちょっと聞いてきてください。僕らはちょっと怒られたら逃げますんで。なんで逃げないでよ。近くにいといてよ。ちょっとだからカメラ回してもいいですかっていう形をね。そうです、そうです。ロケで連れてってもらいたくて。はい、すいません。お父さん、ご丁寧にありがとうございます。ただもうお母さんを乗せるんだったのね。あ、そういうことですか。そう予約だったんだ。そう、意外といないね。意外に走ってないですね。もうな、逆にこっちかな、場所的に。大通り行きましょうか。いや、これ俺のせいじゃないし。
また早くしないとカメラマンが俺もそう本体が来ちゃうから俺声かけるよいろんな人声かけるいいかけるよもう先へ進まないですよもうこんなさあのアクティブに動いてる俺に対してそれはなくないねえ企画もあるんですか企画があ企画あんの企画富士山見ようっていう企画ですあ企画あんのあれは乗ってんのかな乗ってんのかなんだろう分かんないあ乗ってるね乗ってる乗ってる一応携帯でフルクル入れてるけどここ関係ないですよねアプリですかいやちょっともうちょっとなんかヒューマンなそれこそ、はい、そのもうちょっと振ったら振るっていうハートフルにしましょうよいやハートフルだからのちょっとえ そんなハートフルダメですよハートフルですからめんどくせえな本当に言うこと聞かねえなハートフルにしますさっき十分はあお疲れ様ですすいませんタクシー乗り場ってここら辺あとなんかタクシーが通ってそうなところってありますか？はい。そっちの通り、はい、降りたよ。降りた。あ、本当だ。待ってくれるかな。待って。待って、行っちゃう。行っちゃう。いいです。もちろんどうぞどうぞ。子供がね、好きでいつも見てるんです。多分一番行きます。ありがとうございます。多分そこで待ってると来るはずなんです。いや、さっきから待ってたんですけど、意外と来なくて。ちなみに。なんか今レンタルクロちゃんって番組やってるんですけどそれで静岡でいろんな場所に行くって言って今ねなんかどっかこの後富士山を見に行きたいんですけどなんかいい絶景とかってあったりしますか出ないですけど日本平ですね日本平日本平ホテルのとこからラウンジみたいなのあって全部見えます、はいはい、ちょっと覚えておいてね日本平ホテル日本平すごいあとちなみになんかせっかく静岡来たら行っといた方がいい場所とか食べた方がいいっていうのありますか？なんか久能山東照宮は階段を登んなきゃいけないけど、はい、一応あの徳川家康さんのお墓なんでそこは絶対ポイント優勝正しいだから日本平からロープウェイ出てるんで、はいはいはい、日本平行って見て富士山を、はい、ロープウェイで行くと東照宮に行けるあーすごいねいいルートでも階段で歩いて帰るかまたロープウェイ乗って日本なら戻るロープウェイですロープウェイですねはいでも3000階段ぐらいそんなにあんの嘘2000階段2000階段いや結構いや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 1000単位で上がったり下がったりしないで、はい、ありがとうございますちょっとならいろいろ行ってみますねいらっしゃいありがとうございます日本平行ってみましょうじゃあ息子さんによろしくお伝えください日本平ですねいや有力な情報じゃないですか今の有力情報あとここら辺って言ってたよねここら辺がタクシーねそうさっきのタクシー乗り場かってたけどやっぱいなかったからいやなあのお堀に来た時に止めたらよかったのねいやだからそういうことなんですよいやけど止めてたらけど焼きそば屋さんとコーヒー屋さんなかったからねさっきも何台か通りましたからね、はい、タクシーはい間が悪いんですよクロちゃんだから言ってくれるねあ来た来たあダメかあ乗ってるねさっきの乗ってたんでしょどうせ乗ってるので空車でしたよ本当に、はい、タクシー拾うので一苦労って何これお疲れ様です行ってらっしゃいいや分かるんですねやっぱこの格好してたらさっきのけどね焼きそば屋さん、うん、伊藤さんのところの分よかったですね清水の次郎町のみたいな感じのことだったらいややっぱうまいねみたいないやいやなんか歌舞伎を見に来てはる感じの人でしたねそのちょいちょい出てくる関西弁は何なんですかあ僕出てます見てはるとかわけが分かんないんですよ広島出身のくせに聞こせにって何なんあ、ありがとうございます。いや僕あれ京都で8年間住んでたから、あ大学時代、ね、20歳からね。その時無理やり関西弁を覚らされたの。じゃないと、うん、その時代やっぱ20年前ぐらいとかは関西弁使わないと関西で漫才とかそういうのしても誰も笑ってくれないからって。ああ。そう。でしかも覚えたのが多分
女の子のイントネーション覚えちゃったから、女の子の、あ、なんでやねんとかちょっと上がる感じのとか。ありがとうございます。そうなんだ、自分で意識してないから。なるほどですね。あ、来た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 、どこ来た、どこ来た。あ、じゃあカメラこれ僕持っときますよ、はい、あ、来た来た、すいません、あのちょっとOK、聞きました。 OK、OK、ごめんなさいね、はい、ありがとうございます。すいません運転手さん、ありがとうございます。はいはいはい、乗りましょう乗りましょう。すいません運転手さん、ありがとうございます。お父さんすいません、あの今から富士山が見える絶景の場所に行きたいと思うんですけど、はい、富士山がなんか見えそうなスポットってありますか？富士山がね、さっきだってあの日本平、女性の答え聞いたら日本平って言ったの、うん、清水港から全部見えるところがあるけどね、あ、頂上にね、うんうん、そこまでじゃあ連れてってもらっていいですか？あ、いいですよ。いや、やっと動き始めました。いやー、素敵。日本平までで時間どれくらいですか？1時間弱ぐらい。1時間弱。あ、そんなに、うん、40分ぐらい、45分ぐらいかかる。これも、こうやって登るからね。まあまあ、でももう、あ、なるほど、行きましょうか。え、行って大丈夫か、大丈夫か、まあ。まあ、とりあえず向かいましょうか。1時間弱でしょ、うん、見えないね、あそこに見えるだけな、今日は。あ、そうですか。うん。見えないんで。見えない。見えない。え、嘘でしょ。今日、だって今日という日はだって天気いいはずなんじゃなかったの？天気はいいじゃないですか。青空ですよ。雲がね、あそこら辺こそすごいもんね。ああ。だってこの近く来て見えない。いや、多分ね、本来であればもうしっかり見えるんですか。はいね。すごい、もう誰もいないよ本当に。で。対向車一台も見てないんだけど。お父さんなんか変なところ連れてってません？うちらのこと。うちら土地勘がないからって。さっきのなんかね、動物園のあったところの分岐点で違うところで来た感じがしたんですよ。急に現れなくなったんだけど。ドキドキしてきましたよ。うん。サイズ負担でね、ついてます。お父さん頼みますよちょっと。TikTok でも好感度を上げていこうというこの企画、さあ今週はいくついいねがもらえたかな。1月ももう半ば、来週には富士山見えるかな。